11月22日生まれの方、お誕生日おめでとうございます。僕は占い師ではないので、占い師さんが出した結果を読み上げさせてもらいますね。11月22日生まれの方はとても優しく繊細な心の持ち主です。人の心がよくわかり、誰に対しても分け隔てなく親切にすることができます。看護や保育にとても向いた性格をしています。それは人に対してだけではなく、動物や植物までにも及び、何かを飼育することも得意です。誰かと話すときは話し手ではなく聞き手に回る方で、なかなか人には言えない悩みでもあなたになら打ち明けることができます。人の心が分かる分、その気分に同化してしまうことも多いです。それが楽しい気分や嬉しい気分なら良いのですが、落ち込んだ人や傷ついた人に必要以上に同化してしまう傾向もあります。人の不幸を自分の不幸のように嘆き悲しみ、どうにかしなければならないと思ってしまうこともあります。また人の役に立とうとしておせっかいの度が過ぎてしまうこともありそうです。普通の人よりも第六感に優れています。そのためスピリチュアルな体験をすることも多いと思います。外部からの刺激に影響されやすいこともあり、あなたを取り巻く人や環境によって運勢が大きく変わってしまうこともあります。できる限り自分にとって良い環境を選び、そこに身を置く努力が必要かもしれません。優柔不断で大切なことも自分一人で決められないことがあります。自分に自信が持てないこと、周囲の人の意見に左右されやすいことなども原因となっています。良いアドバイスを得るには、良い人間関係や良い環境にいることが大切です。個性的でユーモアもあります。好奇心旺盛で様々なことに興味を持ちます。それにより独自のアイデアや世界観を生み出しています。直感やひらめきからもヒントを得ることが多いようです。いつもは誰かに寄り添っているようなおとなしいイメージがありますが、ネガティブな感情によって口調や言葉が激しくなってしまうこともあります。人に対する観察眼や洞察力にも優れています。そのため人に対して疑い深くなってしまうこともあります。自分と人を比べて自分が劣っていると分かると激しい嫉妬に駆られることもあります。自分に自信がないこと、周囲に影響されてしまうこと、この
自分の性格を知り、自分にとってプラスとなるような環境に身を置いたり、環境を作り出すことが大切です。恋愛運、社交的でどのような人とでも打ち解けてしまうタイプの方ですので、恋の数も多くなりそうです。環境や交流している人に影響され、いつもとは全く異なるタイプの人を恋人やパートナーに選んでしまうこともありそうです。また恋のライバルが登場すると、嫉妬心が強まり、激しく火花を散らすこともあります。自分は自由奔放に浮気することがありますが、相手の浮気や不倫は許しません。むしろ相手を独占し、いつも自分の思い通りにコントロールしていないと気が済まない面も持っています。仕事運、人と接する機会の多い仕事を好みます。一人よりも誰かと一緒に共同作業することに向いています。優柔不断な面も誰かと一緒にいることでカバーされます。基本的にどの職場においても周囲の人や雰囲気に馴染むことができます。会社においてはリーダー格としても活躍できますが、むしろ縁の下の力持ちといったサポート的なポジションの方がうまくいきそうです。職場の雰囲気や人に馴染みやすい反面、影響されやすくもなっています。人間関係に恵まれていれば順調ですが、ストレスや退屈さを感じている場合には体調を崩しやすくなります。どの職場にいても即戦力として活躍できます。仕事においては目標があるかないかがやる気を左右します。ノルマが課せられていない場合には何かの資格を取るなど、自分なりに目標を立てて行動することで良い結果を得られます。金運、金運に関しては意識次第で大きく変わってきます。お金に対してほとんど意識しないことが多く、それゆえに豪快に使ってしまうなど無頓着な部分もあります。周囲がいくら反対しても、自分が良いと思った場合にはまとまった金額であっても支払ってしまうことがあります。しかしお金のことに意識が向き始めると一転して倹約家に転身します。直感やひらめきを生かして財産を築き上げるような才能も持っています。目的意識を持てば貯蓄もうまくいきます。優柔不断な面もありますので、支出に関することで迷うことがあればお金を出さないようにしてみてください。鋭い洞察力や直感が働きますので、怪しい儲け話に騙されるということはなさそうです。以上、11月22日生まれの方の占いでした。何かの参考にしてくださいね。